車の知識が学べば学ぶほどどんどんなんか増えてって、面白いだけじゃなくてすごく面倒見も良くて、学校で習ったことをフル活用できるので、なんか自分のやりたいこと多分できると思うんで。同じ趣味の人ばっかりなので話を合わせやすかったり、学校の方も先生方が本当親切にいろんなことを教えてくださるので、その点が良かったと思っています。伝送の授業が意外と楽しくて、まあ、車種とかガソリン、あと物理的な構造を見るんですけど、伝送だと今まで全く習ってこなかったことなど、まあ、すごい複雑になるんですけど、そういうのも学べてちょっと面白いなと思いました。自分はその塗装と板金してみたいなと思ったんで、この車体整備科を選びました。塗装の授業が多分実習が一番楽しかったと思います。やっぱり自分で色塗ってって、そのだんだんしようと思った色に変わっていくんで面白いなと思いました。こう自分で車を走らせて、まあ、レースを参戦していくっていう学校は、まあ、やっぱりギアしかなかったので、ここがいいなと思いました。まあ、まず自分たちでマシンを整備して、不備がないか、それを通じて、まあ、普通の車の整備にも活かせますし、それから走りの部分のみならず、まあ、社会人として生きていくっていうところでもすごく成長させてもらってるなっていうふうには感じてます。